ゴートの聖ヨアンニスは、8世紀後半の聖教会のゴート人の主教であり、クリミアゴート族の取りであったドロスの不主教。聖教会では聖人。日本聖教会では、クリミアのかつにも物聖神父ヨアンと表記される。記憶日は6月26日。ヨアンニスは、両親の熱心な祈りによって、クリミアで生まれた。若いうちから、熱心な修道生活を行い、 エルサレムに3年間巡礼した後、故国に戻った。この頃、製造破壊運動を熱心に行っていた東、ローマ帝国の皇帝コンスタンティノース五世により、当時のクリミアの主教が追放されるという出来事があった。クリミアの人々が公認として、イオアンニスに主教着座を混成したため、イオアンニスは、製造破壊運動が起きていなかったイベリアに赴き、そこで主教に、 女性されてから帰郷した。787年に、イオアンニスは、ゴティアにおけるハザールの支配に対して、反乱を主導した。ハザールの要塞守備隊トトゥドゥンは、ドロスから追放されたが、1年と経たないうちに、ト市は、ハザールに奪還された。イオアンニスは釈放されるまでしばらくの間、イキルの牢獄に入れられた。死後、劣勢された。 ロシア語番ウィキペディアでは791年頃の英民と記載されるなど、没年に関してネット上の各種ページにおいて様々な年代が記述されている。本記事では、基本的にオーソドックスカレンダーサーズデー、ジュライ級2009、ジューン26、2009にのっとりつつ、頃の表記を加えた。使用した英語の参考文献からでは、ゴート人を管轄する主教なのか、 民族的にゴート人なのかが判然としない。本記事においては曖昧な表現であるが、やむを得ず、英語から直訳した、ゴート人の主教という表現をとった。出典、聖教会歴2009年日本ハリストス聖教、会教団、ありがとうございます。